はい。おはようございます。炎造です。今日も朝会よろしくお願いします。ということで、まあ、7日は、えー、雇用統計出まして、えー、ライブ見ていただいた方もいらっしゃるかと思うんですが、昨日、えー、っと、一昨日ですか、えー、雇用統計の内容はお話ししたかと思うんですが、まあ、新規失業保険申請件数が19万台ということで予想を下回って、 だいぶ下回りましたけど、失業率の低下とか内容自体はそれほど悪くないというところはお話したかと思います。 あと、昨日ですね、これ、だいぶ戻しましたね、株ですね。昨日 SP、SP500 がマイナス0.1、ダウがマイナス162ドル、ナスダックは、まあ、プラス0.05、若干、ほぼプラマイゼロだ,だったんですが、まあ、ダウも一時600ドル近く、ナスダックも400ポイント近く下落していたんで、まあ、そういう意味では、だいぶ戻したという感じになっています。えーとまあ、ちょっっとやっぱり ハイテク株とかグロースが、ね、こういう金利が上がる局面では、えー、売られて、えー、バリュー、あのー、が、えー、とー上昇していくんで、まあ、そういう銘柄にやっぱりシフトしていく動きっていうのはあるのかなという感じですよね。で、まあ、今日はちょっと株先いっちゃいますけどえー、っと昨日動いた株ですよね。 はいえー、ういん、バンカメリカとか0.5%、まあ、銀行株とかね、こういう金利が上がる局面ではあのいいですね、昨日はまああのナスダック戻したんで、エンビディアとかも0.5上昇ということで。えー まあ、インテルも3.3%という感じですね、上昇してますね、ファイザーも上がってるということで、マイクロソフトも小幅に上がってますね。えっと、今週10日から13日かな、J、JP モルガンのヘルスケアカンファレンスがあるんで、まあ、そういう意味では、ヘルスケア系とかこういう。 薬系とかっていうのがちょっと注目されるネタが出てくる可能性っていうのはあるかもしれませんね。まあ、テスラも一時かなり売られてたんですけど割値ではプラス3%シティグループがプラス0.38%ということで、まあ、銀行株はこういう局面では強いですよね。 はいえー、とそういうことで、えー、株価がだいぶ戻したということで一時、本当かなり下落してたんで、えー、どうなのかなみたいな、えー、ふ,いうふうに思ったんですけどだいぶ盛り返しましたね、まあ、これ金利が戻ったっていうこともあるんですけどお金利の方見てみましょうか、えっ、ー、と2年生利回りが0.9まで上昇してまあ、ちょっとその後一旦落ち着いたということで。えっ、ー、と うん、週発表こうい表時発表直後、0.91ぐらいまで行ったんですけど、その後、低下してたんですけど、昨日また上がっちゃいましたね、やっぱりそうですね、えー、とここら辺金利はやっぱり徐々に上がっていくと思います、昨日あたり、かなり金利に関しては、強気の予想が出てきたということで、まあ、そこら辺も影響を受けてるのかなという感じですね。 えーとジ j ピモルガンの大門、えー、CEO、この人、有名なバンカーなんですが、今年年内4回の利上げを実施する必要があるかもしれないということで、この予想もちょっとびっくりですよね。えー、っとただ、えーっと、高水準の東西預金残高や住宅価格の上昇など、消費者の財政状況はかつてないほど良好であると。米 経済の好調さを示しているということで、まあ、経済に対してはすごく前向きな姿勢なんですけど、まあ、一方でやっぱり金利を、ね、4回上げるということになると、株価にとっては、えー、ボラティリティが高くなるだろうということで、まあ、ここら辺は当然、えーと、そのような動きになってきますよね。うんまあ、これはは、しょううががなないいかなとと感じすするんですけど、あと昨日は えーとゴールドマン・サックスが年4回の売り上げを、えー、予想するという話を出しましたね。3 6 9 2だそうなんですが、まあ、ここら辺のお金利予想というのもお、金利の上昇に寄与しているのかもしれませんね。ただ、10年生リマーり,り1.81%、1.8%台何回か乗っかかったんですが、まあ、後半1.75まで落ちていますよね。まあ、ここら辺、ちょっと金利の上昇が落ち着いたというところが、うん、あのー、 良かったのかなと、株価を下支えしたところかなというふうに思います。まあ、ゴールドマンもこれまで3回の利上げを予想したたんですが、昨日行言ったのは、えっと、4回の利上げというところですね。えっと、あと、リッチモンド連銀のバーキン総裁が、ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューに対して、3月にも利上げできるというような発言をしています。 はいえー、とここら辺が材料視されたところかなというところですね。えー、と今週は、えー、と債券の入札もありますんで、何曜日だったかな。えー、とちょっとお待ちください。 うーんあれ入札のカレンダーがちょっとどっか行っちゃいましたねすいませんちょっとえまたえっと調べておきますえーっと あと,あとは、えー、今週注目されるとことをすれば、えー、CPI の発表ありますよね、えー、とここら辺がえっ、ー、が注目されていくかなというところなんですが、えー、あとは11日にパウエル FRB 議長の議会証言があります。えー、とここら辺人、えー えとパウエルさんは再任される予定なんですが、指名、えー、されてますので、ただ公聴会、一応これ、再任、指名に関する公聴会ということで、えー、パウエルさんに対していろいろ上院議員が聞いていくということで、エリザベス・ウォーレンさんが書簡を送って、 FRB のやっぱり透明性をもっとあの透明度を上げろというようなことを言ってるみたいですね。まあ、エリザベス・ウォーレンさんはパイオルさんの再任に反対するということを言ってるんですが、まあ、これはパイオルさんは再任される予定に ほぼ予定、えー、されれるだろううというふうに思われています、まあ、ここら辺でね、おそらく、上院議員たちに対して、えー、パウエルさんは、やっぱり、まあ、タカ派的な発言をする可能性ってあると思うんですよね。まあ、な,な,なぜならば、やっぱり今、一番ね、そこら辺が注目されているところなんで。えっ、ー、と えとここで、あのー、割とハト派的な姿勢は示せないということでやっぱりちょっとそこでね、あのー、指名に絡んで、えー、とバウルさんがタカ派的なことを言うとお少しマーケットが債券、えー、市場を動揺する可能性があるんでこの11日のお議会証言まああのー 日本時間ではもう明けて12日の早朝0時ぐらいになるんですけど、まあ、これはちょっと注目しといた方がいいかなという感じですね。まあ、1 0日3年祭の入札がありますね。うん、で、えーと、13日は10年祭がありますので、まあ、ここら辺、えーと 十四、ねあのー、日が、十、ま、四、あ、日というかあの14日の早朝なんで、えー、朝なんですけど、まあ、それは30年祭なんで、えー、ちょっと、えー、今週、債券の入札もあるんで、そうするとちょっと時給の絡みで、債、え、券、ー、が売られやすくなる可能性もあるんで、まあ、そこら辺はちょっと要注意かなというところだと思います。 で、あと、ドル円なんですけど、えっ、ー、と、重要なサポートだなと思われていた、あ115円の50、60を抜けちゃいましたね。えっ、ー、と、これ結構あっさり、昨日はあの株価落ちた、えー、で、リスクオフということもあって、あっさり抜けちゃったんで、えー、ちょっと戻して、この115円の50、60抜けられるかどうかっていうのが重要かと思います。これ抜けられないと、また1 1四円の50から115円の50ぐらいのレンジになっちゃう可能性もあるんで、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこの115円台が、 ポイントになる可能性もあります。あと、ドルインデックスですね。売られた後、やっぱりちょっと反発してますね。で、えっ、ー、と。昨日はあのリスクオフということだったんで。 これ見ますと、直近95.50から97ぐらいの間で、ここ11月ぐらいからやってるんですね、まあ、ちょっと加減に近づいてきてて、えー、ドル売られてたんですが、まあ、この95.50あたりがサポートできるかどうか、これ、結構注目。 されるポイントかなと思います、まあ、昨日は、えっと、ドル少し戻したんですけど、まあ、終盤ちょっと売られましたけどだいぶあの上がってたんですが終盤ちょっと、えっと、上値は抑えられたという感じで、えっと、リスクオフだったんでドル高円高の流れだったんですが株戻したんで終盤、えっと、1.13台に。 ユーロも戻して、えー、ポンドドルも1.3540ぐらいまで落ちたんですけど3580ぐらい、えー、と5ドルも7150ぐらいまで落ちたんですけど反発しているということでこの昨日は7人あたりが重かったですよね、えー、とここら辺抜けられるかどうかだと思います、まあ、クロス円も 落ちた後戻してるという感じかとと思いいますということで、引き続きやっぱり金利の動きですね、あの利上げに向けて金利の動きっていうのが非常に重要になってくるんで、ただ昨日、きのう、金利用が上昇する局面でも株価が先に落ちちゃう場合は、えー、とリスク回避の円高になるんで、ドル高円高のリスクっていうのはあるかと思うんですよね。 で、今年、あとは今週は CPI とか議会証言、えー、非常に、えっ、ー、と、債券利回りに影響の与える指標が多いんで、まあそこら辺見ながら、えー、と株価見ながらという動きになってくるかと思います。はい、えー、ということで今日はちょっとね、天気悪いですけど、えー、の皆さん、えー、頑張って取り出しましょう。 ということで、えー、この動画良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればぜひよろしくお願いします。ということで、えー、また。